はい、どうも、趣ゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日もフットボールマネージャー2024アップデー後の世界ということで、ためになる動画シリーズやっていこうと思うんですけれども、今日は J1、J2 とやっていった中で J3 で能力の高い選手20人紹介したいなと思っております。まあ、ポジション別っていうことで、上からのね CA っていうわけではないんやけれども、 J2 とか J1 でも戦っていけるような選手たちがね、やっぱり J3 にも転がっていたので、上位ディビジョンで始める方とかはね、獲得検討できるような選手たちを紹介したと思うので、よかったら参考にしてもらえたらなと思っております。まあ、本当にね、びっくりしたのが、 J2 でもトップレベルやろこれっていう感じの選手がかなり J3 にも存在していたので、まだ J3 の選手能力全然見れてないよとか、そこまで網羅しきれてないから強い選手だけでも見ておくわっていう人は、これを見てお買い得な選手を見つけて J1、J2 で戦っていく、ラストピースとして獲得をしてくれたりすると嬉しいような内容となっております。じゃあ今回もゴールキーパーから紹介していきましょう。まず一人目がこちらですね。はい、奈良クラブからゴールキーパーアルナウ選手。現実ではね、サガン鳥栖に移籍が決まっているものの、このデータではまだ奈良クラブに在籍中。まあ、CA110 を超えてる選手ってなると J1 でも活躍できる能力にはなってるし、外国人っていうところと年俸の部分若干懸念にはなるんやけれども、能力、年齢、契約期間、まあ残り1ヶ月っていうことで獲得しやすい選手なんじゃないかなと思っております。その中でもスローイングの値が16と高いのはショートカウンターに向いているし、ハンドリングの能力、反射神経、空中戦の高さ、ここが14としっかりと備わっている。1対1が12っていうのは今までの選手と比べると若干低めではあるものの、 J3 でこの能力はすごいというしかないんじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょう。次が、はい、FC 今治からゴールキーパー伊藤源太選手。まあ、さっき紹介したアルナウ選手と同じ能力値で J3 にいるのがこの今治の伊藤選手、 CA113。 まあ、こうやって関心のところを見てもガンバ大阪とか鹿島アントラーズから関心が来ている。まだ23歳で PA こそ119と打ち止め感はあるものの、 J2 のみならず J1 のチームで始める人にとっても貴重な存在よね。でフィジカル面はここからまだまだ出来上がっていくと思うし、ゴール守備の部分に関してはもう完全に出来上がってるって言っても過言じゃない。その中で身長も190センチあるので、空中戦の心配もなさそうということで J1 レベルの選手なんじゃないかなと思っております。じゃあ3人目行きましょう。ここ最後のゴールキーパーやね。次がこの選手です。はい、津江県金沢から中野小次郎選手。2メートルの長身ゴールキーパーということで、コンサドーレ札幌にね、いた時から期待されているゴールキーパー。まあ、現実では J1 の札幌に復帰しているものの、試合には出場できてない。で、去年もね、金沢で試合に出てたかって言われると、そこまで出てなかったんやけど、能力はね、やっぱり健在でいい選手やなっていう印象。まあ、やっぱね、さっきの2人よりかは能力下がってはいるものの、ゴール守備とフィジカルの部分、バランスがいいなっていう印象もあるし、J3 リーグの中ではやっぱりトップクラスの能力を持っている。スイーパーキーパーとして一番の候補になっていくんじゃないかなっていう予想があるかな。じゃあ次行きましょう。次がフィールドプレイヤーですね。まずはセンターバックから行こうと思うんですけれども、一人目がこちら。はい、ベテラン35歳田代正和選手、岩手グルージャ盛岡。まあ、マリノスとか長崎、横浜 FC などで活躍したベテランセンターバック。 J3 ではまだまだトップレベルの CA で健在やね。もちろんフィジカルの部分っていうのはゲームを進めていくと下がってはいくものの、タックル15、ヘディング14、マーキング12はかなり高い能力やね。ボランチでも使えるっていうこともあって、テクニック、パス、ファーストタッチの値も15、14、15。他のチームが獲得するのは少し年齢的にネックかもしれへんけれども、センターバックがいないチーム、補強がすぐに必要で安い値段でしか獲得ができないっていうようなチームは、1年間の緊急の補強枠としても重宝するような選手なんじゃないかなと思います。じゃあ次、一気に若くなるんですけれども、この選手ですね。こちらもセンターバックから、津江県金沢、井上亮太選手、23歳やね。まだまだここから成長も期待できるセンターバックっていう印象やし、関心を見ても、トスとか町田ゼルビアが興味を示しているだけに、ちょっと争奪戦にはなっていきそうな選手なんじゃないかな。センターバックでしかプレーはできひんねんけれども、守備に関する能力、やっぱり14、14、13、かなり高いし、フィジカルの部分がね、ここからプラスで備わっていけば J1 でも戦えるレベル、普通にこの能力でも
J2 上位とか J1 で残留争いするようなクラブやったら、ローテ要員って使っていくとか、普通にスタメンの枠取れるような選手でもあるので、年齢と能力両方を見ても一番おすすめしたいディフェンダーにはなってるかなと思いますね。じゃあ次行きましょう。次が、アスルクラロン沼津から、井上幸喜選手22歳。まあ、23歳の金沢の井上選手と、沼津の22歳の井上選手ということで、まあ、CA はね、89と低いものの、将来性とか長く活躍することができる選手って考えると、取っておいてもいいんじゃないかなっていうような選手やね。PA もね、95と100を超えていないので、J2 で上位を争っていくには戦力が足りないとか、J3 でライバルクラブから選手を引き抜いておきたいっていう人たちが獲得を検討するような選手にはなりそうかな。まあもちろんね、ここの値とか見てたら、J3 ではトップクラスなのは間違いないし、J2 でもそこそこ戦えるフィジカルも持っている。スカウトと話をして獲得を検討するかどうか決めてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょう。次がサイドバックですね。はい、テグバジャロ宮崎から奥田博樹選手、31歳と少し年齢は高めなんやけれども、一応 J3 で両サイドできてかなり能力が高いっていう選手やと、この選手っていう感じやったね。まあ他にもね、岩手の西選手とかがサイドバックの候補にはいたんやけど、1年で引退してしまいそうなので、複数年活躍できそうな奥田選手をまず紹介しております。まあ左サイドバックを主戦場としながらも、右サイドバックでもプレーができる選手、両サイドできて守備能力もそこそこある、さらにはショートパスファーストタッチが16とかなり高いよね。そこに付随する視野とか判断力、予測力、冷静さっていう部分も12、12、14、12、かなり高いので、 J2 で両サイドできるサイドバックが欲しいとかなら全然取るべき選手になるんじゃないかなと思っております。じゃあ次行きましょう。次が、はい、ツエーゲン金沢から毛利俊也選手28歳。こちらも両サイドができるサイドバックやね。さっきの奥田選手とはタイプが違って、テクニカルスキルっていう部分が少し低めではあるんやけれども、フィジカルスキルめちゃくちゃ高いね。スタミナ15、スピード13、加速力12、俊敏性14、足が速くてスタミナもある選手っていうのはサイドバックとして魅力よ。スタメン、サブ、どっちでも使えるいい選手なんじゃないかなと思って紹介しておきます。じゃあ次、中盤行きますか。中盤の選手一人目がこちら。AC 長野パルセイロから佐藤優太選手。まあ、守備的ミッドフィルターの位置で使いたい選手にはなるんやけれども、セントラルもトップ下もできる。さらには右やったらウィングバック、サイドハーフも普通にこなせるということで、3バックのチームは 4-4-2 のシンプルな戦術にも対応できる選手やね。タックルは14と強いもののマーキングが7。若干の懸念はあるものの、J2 でもスタメンで使っていけそうなのと、年俸がやっぱり安いので、お試しで買ってみるっていうのもありな選手なんじゃないかなと思って紹介しました。じゃあ次行きましょう。次も中盤やね。はい、ギラワンズ北九州からミケル・アグ選手。こちらも守備に重点を置いたミッドフィルターっていう感じで、ナイジェリア代表にも招集され試合に出た経歴のあるミケル選手。スタミナがね、9と若干低いものの、テクニカルスキルやメンタルの能力、ここがかなり高い印象やね。全体的にバランスもいいので、普通に期待できる選手。まあ、年齢の部分が30歳と少し懸念にはなってくるかもしれんけれども、2年契約くらいで J2 で結果を出すチームを作る、J1 挑戦を狙うチームになるための礎っていう感じで獲得するのもいいんじゃないかなと思っております。じゃあ次行きましょう。次が、はい、アスルクラロ沼津から、鈴木健志郎選手。いや、なんとね、この選手すごいのが、センターラインどこでもできてしまうユーティリティな選手なんよね。こんだけセンターラインできる選手ってすごい珍しくて、守備的ミッドフィルターとトップ下を衛星のポジションにはなってるものの、普通にフォワード、セントラル、センターバック、どこも熟達なので全然使えちゃう。まあ、ここのテクニカル能力とか、普通に全体的な能力を見て合わせて考えると、強靭さが14とか予測力13、タックル13ってあるので、守備的ミッドフィルターを主戦場にしといて、オプションでトップ下とかセンターバックとかで使うっていうのがいいんじゃないかなっていうような選手ね。チームの怪我人とかポジションバランスで使い分けることができるいい選手やなと思って紹介しました。じゃあ次行きましょう。はい、 YSCC 横浜から柳雄太郎選手。この選手マジで何これっていう感じのね、ポジション分布なんですけれども、メインはトップ下とセントラルミッドフィルター
ター、そしてフォワードの位置になるんかな？攻撃に意識を向けるポジションに置いとくのがベストなんじゃないかなっていうような能力なんやけれども、マジでどこでもできるやん。なんでここの左のウィングだけ不慣れっていうのがつかへんかったんやっていうレベルでポリバレントな選手やね。まあフィジカルの能力値が少し低めなので、途中出場で技術面のところで違いを見せてもらうスーパーサブというような扱いがいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、これだけポリバレントで戦えるっていうところは重宝するような選手だと思うし、移籍金、年俸ともにね、安いので気軽に獲得できる選手なんじゃないかなと思っております。じゃあ次は2列目の選手をやっていきたいと思います。1人目がこちら。岩手グルージャ盛岡から中村敦隆選手ですね。意外とね、サイドアタッカー、評価厳しくて CA100 超えてる選手が本職ではね、なかなかいなかったんよね。まあ、この後紹介するフォワードのポジションの選手でウィンガーもできるよっていう選手は余裕で100超えてる選手とかいたんやけれども、本職で両サイドどっちかできるよとか両方できるよっていう選手やと100超えてる選手はね、マジでいなかった。ただその中でもトップやったのが J1、J2 でも経験豊富な中村敦隆選手。クロス、ドリブル、オフザボール、ここの値がしっかりとある。運動量も13と豊富なので、J3 でウインガーを使う戦術をするならいてほしい選手にはなるんじゃないでしょうか。じゃあ次行きましょう。次が、はい、大宮アルディージャからアンジェロッティ選手。はい、この選手、2列目から前ならどこでもこなすことができる万能型の印象がある選手やね。まだ25歳とここからの成長も見込めるし、PA123 はかなり高い。潜在能力をここから完全に引き出すことは難しいかもしれんけれども、適切に試合に出していく環境さえあれば能力上がっていく選手ではありそうやね。まあフィジカルのバランスもしっかりとしているし、テクニック、ドリブル、パス、ファーストタッチ、13、13、13、11、普通に J3、J2 戦っていけるような選手やと思うし、契約期間もね、残り1ヶ月切っているので、外国籍が余っている J2 クラブでやるなら、ぜひ獲得したい選手にはなるんじゃないでしょうか。じゃあ次行きましょう。次が、はい、杖原金沢から大石竜平選手。この大石選手がウィンガーとしてはラストにはなるんやけれども、今ピークと言っていいくらいの年齢、そして J3 ではトップレベルの能力ということで紹介しております。まあ、喫水のウィンガー感があって、クロスの精度、ドリブルの能力、ここがしっかりと高いし、スピード関連のね、能力がしっかりとしている12、13、13、フォワードの適性が低い分、フォワードの適性がね、ちょっと低い分、決定力とかは低めに設定されてはいるものの、チャンスメイクには定評のある選手やと思うので、そういう枠で使っていけそうですね。じゃあ次からはね、フォワードワントップで使っていける選手たちを紹介していこうと思うんやけれども、ちょっとねフォワードの人数多くなったんですけれども、よかったら見ていってくれると嬉しいです。まず一人目がこちら、はい、 FC 今治からビニシウス・アラウージョ選手。なんとこのビニシウス選手 CA129 ということで、まさに環境破壊プレイヤーなんですね。まあリアルではサガン鳥栖に移籍してゴールも決めてるだけに、この能力わからんこともないんやけど、 J2 のねトップがユーリ・ララ選手やったんやけど、そこのトップよりね CA が高いっていうのが驚きでしたね。ポジションもフォワードだけじゃなくてウィンガーとして両サイド使える、テクニカル、メンタル、フィジカル、すべての能力において安定して高い。まあ本当にテクニック14、ドリブル13、パス12、ファーストタッチ13、ヘディング13、ロングシュートは9やけど決定力13、冷静さ、予測力、判断力もしっかりと12、14、13とある。フォワードとして申し分ない能力を持っているので、J1 チーム全然獲得できるならしてほしいレベルで強い選手やね。じゃあ次行きましょう。次が、こちらも FC 今治からフィリップ・ピシチェク選手。まあもう一気に今治から紹介していこうということで、まずピシチェク選手やね。この選手ね、もうアップで前から強かってんけれども、やっぱりアップで後も強いなっていう印象やね。フィジカル能力圧倒的やし、190センチの長身ながらスピード13、加速力は低いものの俊敏性12としっかりと備わっている。メンタル面もねかなり高くて定評があるし、性格がねなんといってもプロ意識が高い。ビニシウス選手と組ませて2年で J1 全然あれなって感じの攻撃技人やね。まあビニシウス選手がコンプリートフォワードとかポーチャーの役やとしたら、フィリップ・ピシチェク選手はプレッシングフォワードとかターゲットフォワード、運動量とかあるんでね、そこら辺の枠で使っていきたい選手にはなりそうやね。じゃあね、もう一人今治いるんですけれども、その今治の選手を紹介していきたいと思います。その選手がこちら、はい、フォワード千葉カンタ選手ですね。さっきの外国人選手2人に加えて20歳のフォワードが今治には存在している。リアルではね、清水エスパルスに移籍して
してるんやけれども、ここでは今治に残ってるって感じやね。ちょっとこれ明らかに今治の攻撃陣設定ミスったんちゃうっていうくらいには能力が高くて驚きを隠せなかったんやけれども、興味関心見ていただくとさすがに J1 チームから引っ張りだこやなーっていう感じですね。湘南セレッソ、ガンバ、名古屋、広島、札幌、鳥栖、FC 東京、当たり前やなって感じやし、最大市場価値 1.5億円、年俸も2680万円、普通に獲得しないともったいないレベルで強い選手やね。決定力も13あって、パスとファーストタッチ16、テクニック15、ここからフィジカル面の成長も見られたらって思うと末恐ろしいし、日本人ストライカーを求めてるチーム多くいそうやから、即戦力枠、そしてベンチから流れを変えられる枠として獲得するのもいいんじゃないでしょうか。じゃあ今治から3人紹介したので、あと2人紹介していこうと思うんですけれども、その選手がこちら。はい、大宮アルディージャからシュビルツォク選手。大宮にも環境破壊ストライカーはいるぞということで、ワントップがメインの中で2列目も一応やっていけるポジション適性。印象的なのが決定力12の冷静さ17、これはねゴール前での活躍に期待せざるを得ないし、オフザボール16の加速力15、スピード自体はね9と高くないものの、一瞬でトップスピードに乗ってしまえるので、駆け引きで買っていくまさにポーチャータイプのストライカーですね。またチームが獲得するには移籍金は大丈夫やとしても、年俸が若干ネックになるんじゃないかなということで、取れるチームは限られてくるんかなっていう印象があるね。そして最後のフォワード紹介しておきたいんですけれども、その選手がこちら。はい、大宮アルディージャから中野聖也選手。まあ、日本人フォワードの即戦力枠として J3 から獲得するなら中野選手なんじゃないかなということで紹介しておきます。決定力が17はね少し低いものの、ゴール前で働けるメンタルスキルとテクニカルスキルっていうのは十分に備わっている。まあ、テクニック14、ドリブル12、パス、ファーストタッチ14、ここの判断力、予測力、冷静さとか、オフザボールの動きも黄色以上になってるんでね。で、まあ、173センチっていう身長ではあるものの、ジャンプ力が14で、ヘディング12っていうところ、セットプレイも期待できるんじゃないかなっていうような選手やね。ここの安心のマーク見ても、ガンバ大阪とかトスがマークしているし、J2 のチームでもね、移籍金頑張れば出せるし、年俸もクリアできそうなので、日本人フォワード、しっかりとした選手欲しいってなったら、取ってみてもいいんじゃないかなと思います。というわけで20人紹介したんで、一旦ホーム画面に戻ろうと思うんですけれども、今回は J3 リーグでも能力の高い選手に焦点を当ててポジション別の紹介をしていきました。まあ、中盤の選手とかディフェンスラインの選手、少し能力が低めに設定されているものの、ゴールキーパーとフォワードは J2 でも余裕で活躍できるレベルの選手たちが揃っていた印象やし、 J1 レベルの選手もいた。潜在能力含めてもフォワードで紹介した千葉寛太選手に関しては全然やっていける能力やなって思ったので、思わぬ掘り出し物が出てくる可能性のある J3 リーグ、注目しておいて損はないのかなと思うようなデータチェックでした。まあ地味にね J2 の最大 CA の選手やったユーリララ選手が126っていうのに対して、今治のビニシウス選手が129あったので、さっきのところでも話したけど驚きやった。まあ J3 のね選手全体的に見ても CA110 以上の選手が6人、100以上の選手が15人とかなり少なかったので、戦力差自体は J2 と比べると明らかに違いがありそうやけれども、強い選手こうやって存在しているんやなと思うような内容やったので、気になった選手獲得できるならしていただけたらなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画もしくは配信もやってるので、そちらでお会いしましょう。バイバイ。